産者が聞くことはないですもんね。ポイントがね、回数だったりとか、やっぱりちょっと徐々にこう下げていける、こう段階に入ってきてるかなと思うんで、ゆくゆくは今日もやらなくていいですねっていう。そこに行きたいですね。そうですね。まあなんかあんまり人がやってないことってなかなかないと思うんですけど、まあ、あの写真がメインのインスタグラムであえて、テキストをまあメインにしたブログ調の投稿ですかね。なんかそんなにあのエンゲージメント自体は高くないんですけど、実際はやっぱりそれを見て予約の問い合わせを受けたりとか、新規でご来店した方が、ブログ読みましたって言われることが結構あったので、まあ、そういったところも実際のいいねとか保存の数じゃなくて、やっぱりこう人にこう届けるっていう意味では、なんかそういう新しい取り組みも良かったかなっていうふうには思ってます。時間を置きます。意外と意識しないでいつも通りでいいって言われて置きます。はい。容器ちょっと迷ってて、アンケートみたいなあのインスタのなんかどの容器がいいと思いますかみたいな感じで聞いて、あ、これだ、これやったんですよ、こういう感じでやったんですけど、なんかそのお店の名前も自分がつけたい名前でつけてないんですよ。なんか僕じゃないじゃないですか、その通ってくれる方が。で、覚えやすくてなんかその馴染みのある名前ってなんだろうと思って、わかんないから女の人につけてもらった方がいいかなと思って、あの聞いたら、ポノってハワイ語なんですけど、ハワイ語がなんかすごく人気だったんですよ。あ、英語じゃないんだと思って、なんかイタリア語とかいろいろあるじゃないですか。最初カッコつけた名前にしたかったんですけど、いやなんかじゃあそれじゃない方がいいなと思って、なんか最初は違和感あったんですよ。俺ポノって感じじゃないしなみたいな。けど実際やっぱ覚えやすかったなっていうので、なんかいい着地したなと思ったんで、容器もそれでいきたいなっていう。はい、失礼します。気に入ってないですか？大丈夫です。はい。スタイリストの荒木です。芯がすごくしっかり通っていて、なんか何事に対してもブレない姿勢が素晴らしいなと思っています。普段経営さん、あ、はい、あ、そうなんですね。私そういうの考えると仕事の時5分あげるじゃないですか。その簡単アレンジの追求に入った時ですね、なんかどこまででも簡単にしてやろうと思って、やろうって言い方悪いですけど、なんかお客さんに結構聞いたんですよ。で、僕自分でインスタやってるっていうアカウントを自分のお客さんに見せたこと今まで一回もないんですよ。今の今までなくて、見つけてくれたら、あ、やってますって言うんですけど、まあ、当時そんな少な多くなかったんであれでしたけど、で一応それを伏せて聞いてみたりとか、雑誌のやつ見て、これってどうですかって聞いてみて、いや、この2と3の間が分かんないんだよね、なんかこれなんかできそうにないみたいなのをいっぱい聞いて、ずっと考えて、いや、これを絶対できるっていうところまで持ってきたいなと思ってで、なんかそれすごいずっと考えてて、お客さんもアレンジ仕上げに、なんか強制的に全員アレンジ仕上げでこう返すみたいな、まあ、ことしてて、でそれであれですかね、あの画角を前までは6とか7とか載せてたんですけど、こう4つにしたんですよ。あの工程を4つにして、そこからですね、この4枚の画角のやつが
一番反応がいいこと分かってたんで一時これをすごい連発したんですけど、まあ、それをちょっと集めて、まあ、今までだったらここで終わりなんですけど、まあ、ちょっとプラスでこう動画を少し足してで長すぎない動画にしたんですよ。ちょっと本当おまけみたいな、なんかインスタグラムって滞在時間を長い方が評価が上がるみたいなそういうとこがあったんで、ちょっとこう滞在時間取るのになんかこういう感じに、まあ、してみたら、まあ、結構保存もしていただけたので、まあでも2万6000なんで、まあね、もっと多い人は多いと思うんですけど、あとあれでしたね、なんかこの縦書きに初めてしたんですよ。あ、初めてじゃなかったかな、そう初めてしたんですよ。入園入学だと縦書きじゃないですか、なんか入り口に、あとなんかこう手紙っぽくメッセージっぽいかなっていうのがあったんで、こうちょっとやってみたらこれが当たりました。結構自分が思ってたやつより、あ、思ってなかったやつが跳ねるっていうのは、そのもう最初の段階で経験してたんで、もう今は別に僕分かるで、なんか、まあ、意外なものもあるんですけど、大体こっちよりこっちの方が絶対あるんだ、需要は高いんだろうなっていうのは、もう結構序盤の方で散々テストしたので、あんまりズレはないですかね、まあ、これに関しては、まあ、縦書きいいのかなと思って、そこから縦書きをちょっと入れるようにしました。スタイリストの川野匠と申します。どんなことでも追求するところですかね、この中のすごい細かいこととかで、まあ、僕はなんかここまででいいかなというか中途半端に終わっちゃうところとかも、なんでどうしてっていうのをなんかもう多分終わらない追求をずっとしているので、その自分を追い込めるところっていうのが自分にはないところなので、まあ、そこはもう茂木さんの好きなところというか見習いたいところですね。なんか思いついたらやりたくなっちゃうんで、もうダメなんですよ。やってる場合じゃないんですけど、やりたくなっちゃったらもうやるんで、その隙間にどうにかして埋め込んじゃう感じで、なんかあれですね、昔で言うとゲームやりたいから宿題やるからするとか、なんかそういう感じでもう無理やり、なんか遊びたいから早くご飯食べるみたいな感じで、なんかやりたいと思ったやつをどっかの隙間にこう入れ込もうとしちゃうので、でたまにこうちょっとこうパンク気味になっちゃうんですけど、でもなんかパンク気味になって苦しみながらこう超えるとすっごい成長できるんですよ、そっから。でその感じが何でしょうね、たまんないっていうかなんかすごいアスリートの人とかの、まあ、さっきも見てたのそういうのなんですけど、なんかそういうのとかああいうマインドをこう自分にも入れたいなっていうのがあるんで、なんかどこ目指してるのとかたまに言われるんですけど、いやどこ目指してるっていうかね、やりたいことが目の前にあるんで、それとりあえず全力でやるでしょうみたいな、なんかそんなところですかね。毎日結構出てるというか、傷んでしまってっていうよりは、なんかいつも、しかしたらその薬とかちょっとかと、何も変えないです。お客様でも友達でも、こう目上の方でも下の方でも何も変わらないですね。なんかその嘘ついたりとかするのも疲れるし、なんか取り繕うのも疲れるので、いつもありのままでいたいんで、なんかその状態がまあいい状態でいられるように努力はしましたけど、ありのままでね、なんか感じ悪い人だったらしょうがないので、人によっては本当に何も変えないですね。なんかいつも今もこの感じだし、帰ってもこの感じだし、明日もこの感じなんでなんかそこですかね。あとやっぱりなんだろうな、その言葉とかはすごい大事にしてます。
言葉の一個の言い回しとかで結構傷つけちゃったりとか、人がなんかこう元気もらえたりとか結構あると思うんで、そういうのはすごく大事にしてます。ちょっとお時間もその分4時間半から5時を決めた時にもう店舗展開することは決めていて、再現性を持った美容室経営をしたいって思ったので、サイズもだいたい15坪ぐらいの前後のサロンにしていて、そうするとやっぱり店舗の数がだいたい10ぐらいは僕の中ではちょっと必要かなっていうのと、インスタグラムから遠くから来てくれる方とかがいらっしゃるので、そういった方が来やすいようにこうバランスよく出店できたらいいなっていうのがまず第一ですかね。あ、OK です。はい、じゃあちょっと先に店内軽く映しますね。ありがとうございます。ありがとうございます。これ看板で、ここ入り口入って、ここあとバックルームです。あんま広くないんですけど、でこっちはトイレがあって、あとで見積もり書をお見せしながらこの辺がいくらかかったかっていうちょっとリアルな感じでお伝えしますので。そうですね、僕自身がやっぱりどこで何を勉強していいか分からなかったので、そういったところを伝えられたらなっていうのと、なんかリアルな方がこうリアルタイムで流れてるリアルなことの方がなんかこうスッとこう入りやすい部分だったりとか、なんか僕もやっぱりその時間も近い感じの人から話聞きたかったんですけど、なかなかそういう方ってタイミングよく出会えたりとかがあんまりなかったんで、そういうこう時間的に近い方により参考になるようにと、今もうすでにやられてる方とかもやっぱりご自身と照らし合わせてなんか気づきだったりとかそういうのが生まれればいいなと思ってます。半個室のメリットをこう生かすなきゃないでいけたとこだと思うんですけど、ちょっと多分加工してるんですよね。多分もし質問があればカットできるぐらい。カットチェアもギリ入れますかね。ちょっとこう2段で作ってるんですけど、こことかってもともとお風呂場だったんですよね、その住居の時に。80行けばいいかなっていう設定にしてます。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でーす。最近その Zoom でもセミナーを7月と6月にやったんですけど、なんか一方的に話すじゃないですか。なんかもう慣れたは慣れたんですけど、なんかよくわかんないですよね。そのどれぐらいこうどう届いたのかっていうのが、でもなんかそれでもやっぱこう発信をし続けて、いざこう会った時にやっぱりなんかこういろいろ話ができたりとか、なんかそのお客様とじゃないですけど、お客様とみたいに美容師さんでもなんかこうなんか初めて会った気しないですねみたいなやり取りとかも結構こう好きだったりするんで、なんかそういうのをきっかけになればいいかなっていうふうには思ってます。あとなんか DM をやっぱりいただいたりとか質問いただくこともあるので、なんかやっぱりやってよかったなって思うことの方が多いんで、もう一人でもいいんですよね。反応もらえれば別にそんな多くの人に「おこいつすげえ」みたいに思ってもらえてるわけじゃなくて、なんかこう誰かしらには何かの
気づきになるかなと思ってやってるので。